はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はパワープロ2020発売記念スペシャルガチャの第2弾の方を引いていきたいと思います。で、第1弾は引いてないです。1弾と2弾ね、両方引く余裕はさすがになくて、やっぱりね、第2弾のね、60連70連80連目がバナー PSR 確定という、なかなかねえぐい感じになってて、で、俺ちなみに港ちゃんも王子佐伯も PSR 持ってないんで、まあ、ここは、まあ、自分にとっては第2弾の方が全然いいので、まあ、ちょっと第2弾の方を80連まで引いていこうと思います。まあ、第1弾の方もね、見てみると、まあ、60連までいくと、佐伯さんかオクタビアか合わせちゃんの、まあ、PSR が確定ということで、まあ、佐伯さんとねオクタビア、PSR の解放が進むような感じにはなると思うんですけれども、これ60連引いてあっち80連とかはさすがに無理っす。さすがに無理なんで、まあ、今回は第2弾の方に的を絞って、自分は引いていきたいと思います。で、明神が、デビューになってて、スタミナ上限アップ、肩上限アップを持ってます。で、これは二刀流キャラかな、野手でも投手でも使えます。で、野手の場合っていうか、野手じゃなくて投手の場合は強心臓と、オリジナル変化球のミオストレートが手に入ります。オリジナル変化球っていうか、これオリジナルストレートかな、わかんねえ。で、一応ね、下の方見てみると、本イベキャラは超特殊能力のコツとオリジナル変化球を同時に取得可能ですということで、まあ、うまくいけばかな、うまくいけば両方取れる。強心臓がわかんないけど確定で、ミオストレートが不確定なのかなっていうような印象ですね。まあ、両方取れるのはかなりいいですねという感じになってます。で、野手だと逆襲になってるのかな、逆襲だけかなというような感じです。まあ、そんなところで、まずはタンガチャから例によって1回目引いていきますか。バナー PR が出るみたいなので、まあ、王子佐伯さんもね、やっぱり通常の佐伯さんとの使い分けがかなり役立つんで、王子佐伯さん、まあ、PSR 手に入れてできれば解放も進めていきたいけど、解放は多分そんなに進まないと思うんだよね、もうそもそも母体がないから。というわけで、10連の方やっていきましょう。だってさ、あれ、虹が来ている、キランがない、うん、いつもキランが入らないよね。スバル、スバルとかね、またなんか別バージョン出ないかね。暗黒スバルもね、確定じゃないからね、その金徳の方が。内無双がね、金徳とかだったらまあいいんだけど、内無双失敗する可能性あるからね、そこがちょっと悲しいよね、闇の方ね。で、20連もいきます。ここはバナーになってます。だって石をさ2000個くらい用意してもこの80連ですっ飛ぶからね、そっからさらに60連のさ、パワープロ第1弾のために石を用意するのはもう相当で、多分5万くらいかかるよね。本当に石ないですっていうところから両方全部引きたいってなると、金額にして5万くらい。いや、これもうガチャってすげえシステムだよね、本当に。1人から5万回収できるんだよ。まあ、みんながみんなそんな課金するかって言われたらそういうわけじゃないけどさ、まあ、持ってる人は持ってるからね。では30連目、ここはイベキャラじゃなくて SR イベキャラが確定。そして確定枠以外出てない。2枚。第1弾の方は常時なんだっけ、2倍、出現率2倍が効いてるみたいなんで。で、アーサーがねプラ4だった気がする、 PSR だから SR が出てくれるのは嬉しいです。と、あと王子佐伯さんで40連目、ここはバナーの SR で、先駆けくんはもう50になってるんだよね。50になってて、SR がちょっと余ってた気がする。50になっちゃうとね、ちょっと本当にそのキャラ必要なくなっちゃうんで、そこが悲しいところでもあると思います。
手明神の SR。 まあそこまですげえ引けるわけじゃないんで、偏ってくれた方が解放は進むんだよね。で最悪持ってないキャラは借りるっていう方針での方が効率的にはね、その自分みたいなそこまで課金してない人に関してはいいと思います。まあ、まんべんなく持ってるっていうのもそれはそれでいろんな使い分けができるのでいいかもしれないですけど、明神が今回なぜか固まってる。そしてスミカちゃんで60連目、こっからバナー PSR に入っていきます。まあ、ここら辺のね虹が出る演出とかはもう確定枠なんで、あとはどんだけおまけに虹玉が入ってるか。まずは王子佐伯さんゲット、レア、あ PR が初めてか。というわけで1枚目は王子佐伯さんでした。では2枚目いきます。はい、まあ、正直 PSR は誰も持ってないんで、もう誰が出てくれてもいいかな。佐伯さんが出てくれても解放が進むんで、それはそれで全然いいです。佐伯さんよし、できれば45とかにしたいよね。もう1枚出ればさ、その PSR だけでプラニが確定するじゃないですか。であと SR 突っ込めばプラス3は絶対いくっていう感じね。これもう59個になっちゃったよ石が。最後の80連です。うん、おまけが1枚、また最後か。明神、あそっか、テーブル見てないね。ちょっとテーブルを見ますか。港さんはだから SR すら持ってないんで、俺完全に港ちゃん仮ですね。しぐれちゃん、しぐれちゃんはね、あの PSR のユニフォームしぐれちゃんがないからちょっと余っちゃってるんだよね。球速と筋力か。練習はコツ先に見ますか。伸び、ジャイロボール、重い球、球持ち、緩急、ミオストレートを持ってますと。で、野手の場合はパワーヒッターと初球、まあ、両方のコツがあるのはいいですね。本当にどっちもできる選手なんだね。あの野手のポジションはついてないけど、でタックタックタックは通常で35で80でしょ。で筋力ボーナス4でやる気効果があって、得意練習もなんか最初の方についててね、得意練習は25で、固有で精神ボーナスとコツイベント率アップがついて、解放すると40でタックが100、45で試合経験点が10で、50でやる気効果が150になるという感じですね。まあ、今のところはね、そのタックのパーセンテージがそれなりに高くて、基礎ボーナスを2種類持ってると、まあ、いろいろ経験点が伸びやすいっていう感じですね。またやる気効果アップもついてるんで、まあ、重なった時に結構進化を発揮するものだと思いますっていうようなキャラですね。という感じで、80連までやりまして、石が完全になくなりました。いや本当はね、あの第1弾の方もね、佐伯さんとオクタビアのために引きたかったんですけど、ちょっとそれは無理だったんで、今回は第2弾のみを、ガチャを引いていきましたということで、まあ、またね、このキャラクター使って、サクセスの方やっていきたいと思います。まあ、ちょっと今はねパワープロ2020のサクセスも、やってるんで、なかなかサクスペの方も進行が遅くなって申し訳ないですけれども、あと2020の方ね、他にもやっぱりマイライフとかにも手を出していきたいんで、まあ、時間があるときにちょいちょいやっていければと思います。まあ、そんなところで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。